はい、まずは孤独の子ですね。はい、逆筆像孔ですね。はい、ここで、はい、頭を決めて、そしてこうですね。逆筆像法決めてこう、ですね。はい、三画目。はい、四画目。ちょっと上ですね。質は三画目の上です。はい、五画目。逆筆造法で入って、こう中心の線に向かって、そこから、こうですね。はい、6画目はこっちです。こうですね。で、7画目はこっち、こう。はい、重なり合う部分はつなげようかになりにしたいと思います。はい、8画目。決めて、止めます。こう戻るような感じですね。はい、まずは「こ」です。次「くも」。横画、逆筆造法、こうですね。そして2画目は縦ですね。3画目、こうですね。はい、4画目、左右対称に書いていきます。5画目、こっちですね。9画目。10画目。ああ、ちょっとこれですね。11画目。中心よりもちょっと痛いですね。対象です。次、徳ですね。1画目をこう、次横画です。画
三角目はこっち。五角目はこっちですね。九角目ポチカです。ちょっと違うに切ってる。さて、10画目ですね。問題の10画目。ちょっと待ってくださいね。卵が、なんか広がらない。下に行ってるからこう上に行くんですよね。ここ上に行ってこの間を通るんですね。なんと難しい。はい、そして11画目、同じ収出の位置ですね。はい、12画目。はい、毒ですね。はい、猿ですね。はい、逆筆造法。はい、太さ一定にこうですね。はい、収出は軽く止めます。はい、左右対称にします。はい、三角目。はい、四角目。はい、五角目です。次、缶です。一画目。はい、これも左右対称ですね。一画目。はい、三画目です。
革命。はい、左右と一緒にしますね。はい、何画目は縦ですね。はい、8画目。はい、10画目です。はい、11画目ですね。はい、このようにして書きます。